中尾健太郎です。伊藤真一です。今回は、アースクエカデバイセズのリバーブ4種、1、2、3、4を紹介したいと思います。まずはじめ、何ですか、伊藤君。これですね、ゴーストエコーですね。ゴーストエコーでございます。エコーです。これはこの4種の中で言うと、まあシンプルな部類に入るんですかね。そうですね。まあ、アタック、デプス、デュエル。アタックで、まあ、ディレイの分量。まあ、デプスで深さ。デュエルで、リバーブの量。みたいな。割とシンプル。シンプルですけど、弾いたアタックの感じで、またディレイの感じも変わってくる。ちょっとその辺もちょっと聞いてもらって。結構ね、そのアタック、ちょっとそうですよね、一この発アタッガーンク。って弾いてもらっていいですか？ディレイの長さがね、そうですちょね。っとずつ変わってきますね。ちょっとじゃあベースでも。ベースで、ちょっとこんな感じの設アタッ定でクじゃがマックスで、デプスが真ん中ぐらい。あ、弾いてみますね。これすごく、バイオリンとかにかけてもね、すごい綺麗なんで、いいチェでロすとかもね。すごくいいと思いますね。まあ、まずゴーストエコー。そしてこれをもとに、ディレイを抜いて、リバーブに特化したのがこのレビテーションですね。まあ、これはスプリングリバーブとかプレートリバーブとか、割とちょっとそういう、なんていうんですか、張りのある感じの明るい、この設定でいいのかな？
まあ、ディレイタイムの、ショートロングっていうトグルスイッチがあって、はい、まあ、ディケイで長さ、はい、まあ、トーンはトーンですね。で、このアトモスフィアっていうとこで、うん、高音部分のフィードバックの長さみたいな、はい、これを上げていくと、なんていうんですかね、キラキラ成分みたいなのがこう、はい、ヒヤーっと伸びていく。まあさ、今最後に聞いてもらったような、うん、ヒヤーっと高音部分が伸びていく。ゴーストエコーよりもちょっと明るいというか、うん、明るいですね、うん、明るいね、だよね、うん、ディレイがない分なのかな。そうですかね、うんうん、そう、明るい、うん、さあ、そしてゴース、僕の印象だとゴーストエコーをさらにこう進化、深いっていう意味でさせたのがこのアフターニーズ。あ、ベース弾いてねえやつい説明に夢中になっちゃうんだよね。レビテーション、うん、ベースですね。レビテーション、はい、うん、ねこんな感じかな。ちょっとトーンを抑えめ、はい、こんな感じかな、うん、ロングで、ちょっとモジュレーションがかかってるようにもなるわけ、ね、あ、そうですね、少しだけど、はい、うん、で、レビテーション、うん、さあ、そしてアフターニース、じゃあ行きましょうか。アフターニースは、まあここに、まあ魔法使いのような絵が書いてあるんですけども、うん、まあまあまあ、もうまあまあ、もうこの絵が示す通り、うん、洞窟の中で楽器を鳴らして、そのまあ、もう反響、そのまん、うん、もうど真ん中で聴いてるような、とにかく雰囲気が出まくるリバーブ、はい、まあ、ちょっともう聴いてもらいましょう。すごいね、これは。これはかなりこの前2つに比べると個性がすごいですよね。個性がすごいよね、うん、まあ、ざっと説明しますと、はい、まあ、レングスで、リバーブの長さ、ディフューズでリバーブの広がり、広がり、はい、まあ、左に行けばタイト、うん、右に回せば、まあ、広さが大きくなっていく、はい、断片でトーンみたいなものですね。ドラグで、まあ、ディレイかな、左の方に振ってると、はい、カッて弾いたとこからの次の始まりまでの、ここわーっときますよね、うん、
タイムラグみたいなのが、そしてこれがどんどんなくなっていく、タイムラグがなくなっていくようなイメージ、はい、でリフレクトは反響なんですけど、これ上げていくと、発信していきます、はい、発信するともう二度と戻れません気をつけてどうしても戻れなくなったらもう電源ピュッて抜いてリセットボタンを押してください、まあ、そしてミックス、まあ、このミックスで、うん、まあそうね、割と使いやすいあっさりしたとこから、そうです、もう雰囲気、うん、ドンバマリみたいなとこまでがっつりいけます、うん、ちょっとじゃあベースで、ベース、俺はね好きなのが、ね、反響少なめ多めと、そうこんな感じかな、はい、じゃあちょっとじゃあベースでも、にも、うん、あの反応してなんかなんだろうな、なんか小さなニュアンスとかもなんかこうグッと、そうですよね、拾い上げてノイズさえもなんかこうなんか雰囲気に変えてくれる感じありますよね。ちょっとした失敗さえもなんかね、うんうん、ちょっとこう雰囲気あるものに変えてくれるっていう素晴らしい、うん、そして次はですねトランスミッサー、はい、僕なんとなくこれとこれ兄弟、そうですね、なんかそんな、なような気がしてるんですけど、はい、この2つとこの2つのなんか対になってるような感じもありますよね。またこれがですね、ちょっとぶっ飛んだリバーブですね。今、ディケイ、長さ、ダークネス、トーン、フリーケンシー、ワープ、まあ、ここのフリーケンシー、なんて言えばいいかな、フリーケンシーの幅調整。でリバーブの奥にある、モジュレーションの速さでミックスなんですけども、まあ、ちょっと今、エクスプレッションペダルをつないでます。これはあのフリーケンシーにかかってて、まあちょっと聞いてもらいましょうか。はい、歪みが乗るとこのなんかより分かりやすくなりますよね、うん、そのフリーケンシーの変化が分かりやすいです、はい、まあもちろん、まあ、エクスプレッションペダルなしでも、はい、
これはもうなんかもう自分の好みのフリーケンシーのポイントや、はい、そのアンサンブルに合うフリーケンシーのポイントを探してもらっていじるのがいいかな。うん、実にすごいですね。こんなリバーブは他にないですよね。ないです、うん、これはもうぜひエクスプレッションペダルで試してほしいですね、うん、じゃあちょっとベースで僕はじゃあちょっとアスクエカデバイセスの、コルビーファズをちょっとかましての、はい、サイケデリック。これはまたあの歪みとめちゃくちゃ合うんですよね。合う。この歪みが入るともうその壁、うん、壁がうねって、うん、なんていうんですかね、風が吹く、うん、勝手に脳内に風が吹くいやこれはもう一人で家で3時間ぐらいやっちゃうからね、ですね、本当に気がついたら頭フラフラという、うん、アースケーカーデバイセズ リバーブ4種ご紹介いたしました、はい、ぜひ、うん、いろいろ試してシンプルなものからシンプルそうですね、はい、うん、激しいものまで、はい、取り揃えております中尾健太郎でした伊藤慎一でした。